体操ごと煽りかをぶち抜きました。うわー、こんな感じなわけですね。まあ、書きました。ダン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 。体操ごと煽り顔ぶち抜きました。これもう今度はね、完全にボトムにつけずに、海藻の上をしゃくるって感じでしたね。完全にボトムにつけちゃうと海藻が絡んでもうついにならないんですよ。来ました来ました来ました来た来た来た。うおっしゃ、9月のイカニスよね。マグがいいサイズです。やっぱりこういう海藻の中に潜んでると、海藻ごとぶち抜く、面白いですね。海藻の上ね、今やったら来ましたね。おっしゃ、海藻攻略。あの漁港とかね、すごい人がたくさんいて、もうこういう海藻が生えてるとこしか攻めれないっていう場合はね、ぜひこの海藻の上をトレースするという技をやってみてください。いるのはいますからね。しかも釣れると結構いいサイズが釣れるんですね。これ足1本です。ギリギリですね。足1本ギリギリ。ちょっとこれは慎重に取り込みましょう。慎重に。海藻も絡まってますけどね。よっと。足1本ギリギリ。海藻の中からぶち抜く。よっ。よいしょ。はい。いかがでしょうか。海藻の中から青いイカをぶち抜きました。
足一本ギリギリです。体操がすごいわ。手際はですね 2.5 号ですねの隅属という手際を使ってます。